はい、行きましょう。あ、やり直す。よし、行くぞ。最初は覚えた。クリボーとちくわブロックとキノコの順番ね。クリボーのところから行きましょう。クリア率 2% 台だからな。これ一番下なんやな。あの、なんかあのクッパが乗っとるさ、あの乗り物にうまいこと乗れるかどうかにかかっとる。あー、なんで難しいんだろう、ここなんか難しい。どうにか、どうにか一番新記録、新記録を出したい。あ、危ない。よし、オッケー。さあ、これをタイミング見逃して、てい、あー、なんこのさ、なんなんかうまくいかんなたったあれだけのことなのにな、難しいんよな。下から行こうかっていうか、下から行くしかないしな。下から行くとして、こうですね。よし、来た。で、これで、真ん中だったよね。オッケー。で、次はパックンフラワーとゲゾーカロンパワーブロック。よし、行きましょう。で、トゲゾー真ん中。危ない。よし。で、カノン。危ない。やばい。で、パワーブロック。これ持ったまま上がれねえんだ。上がれんな。よし。これちょっと面白い。これで、あいつに、こう安易に行っちゃダメなんやな。あの、魔法使いにブロックを壊させねえと。あ、嫌なんでてきたな。やばい。てい。もうちょい。
わ。あ、倒してしまった。あ、やばい、これもういかれんじゃん。ちょ、ここどうなってた。あ、ここが P スイッチじゃけ、あれで行くしかないってことよね。だけよし、わかった。次回そうやるわ。終わります。ありがとうございます。